アラン・エミール・ルイ・マリ・ポエールは、フランスの中道主義の政治家。当初は、人民共和運動に籍を置いていたが、後に、民主中道に所属し、1946年から1995年にかけて、バルドマルヌ県選出の元老院議員として活動した。また1968年から1992年10月1日にかけては元老院議長を務め、この間に2度の臨時大統領も務めた。1969年の大統領選挙で立候補したものの、第2回投票でジョルジュ・ポンピドゥに敗れている。ポエールはバルドマルヌ県のアブシュルセーヌで生まれた。ポエールはパリにあるリセサンルイを卒業し、その後法学を学んだ。1938年8月19日にアンリエト・テュグレと結婚し、娘マリアニエスを設ける。政界入りしたのは1938年のことで、この年に財務省の次官補となった。その後、ポエールは、元老院議員になる前に次のような役職に就いていた。長らくシューマンと協力し、あるいはシューマンの下で政治活動を続けてきたが、ポエールは1952年に元老院議員に選出され、その後1995年まで元老院議員を続けた。元老院議員として、ポエールは政権に加わり、あるいは出身地の市長を務めてきた。シューマンと同じく、ポエールは、ヨーロッパ統合推進に強く賛成した立場を取っており、1968年から1969年にかけて、欧州議会議長を務めた。第5共和政憲法における大統領、継承順位では、現職大統領が死亡、または辞任した場合においては、元老院議長が大統領の権利、義務を代行することとなっており、次期大統領を決する選挙が実施されるまで、臨時の国家元首を務めることになっている。ポエールは、シャルル・ド・ゴールが辞任した1969年4月29日に、臨時大統領としての職務を開始した。もともとポエールは、ド・ゴールの政敵の一人であり、ド・ゴールが提起した国民投票で、ノンを突きつける結果を導くにあたって、大きな役割を果たした。臨時大統領である一方でポエールは、元老院議長としての職務も続けていたが、この間は、エリゼ宮殿に住んでいた。そもそもポエールは、マリピエール・ケニッグを大統領候補としようと試み、ケニッグに対して、全面的な支持を伝えていた。ところが、ケニッグは健康に不安があり、また、国家元首が、武官の間で持ち回りとなるべきではないとして、立候補を誇示した。ケニッグの立候補自体を受けて、ポエールは自ら大統領選挙に立候補することを表明した。世論調査では、ジョルジュ・ポンピドゥの最大の対立候補であり、また選挙戦で、現実的に勝利する可能性を持つ、非合理スト候補として考えられていた。しかし党での役職経歴が長くないということが、ポエールの経歴に欠けていたものであった。ポエールが臨時大統領としての職務は、自らも参加する大統領選挙の監督であった。しかしその期間において、ポエールは重要な案件で主導的な立場を果たしている。例えばドゴールの長年の腹心で、裏ではゴーリストの諜報活動のトップであったジャック・フォカールをアフリカ問題担当次官から解任した。なおフォカールは、ポンピドゥの当選で復帰している。またポエールは、国営ラジオテレビの役員に対して、公共メディアは、政治的中立、不偏不党でなければならないと指示し、その後の大統領も、この原則を維持してきた。さらに1968年の5月革命後も、残っていた、パリの警察部隊の配置転換を指示した。ポエールは、臨時大統領を務めている間、ドゴールの盟友であるモーリス・クーブ・ド・ミュルビルを主犯とする政権と共に執務に当たっていた。そのため一部ではこの期間を第一次コアビタシオンとする考え方がある。クーブ・ド・ミュルビルとの間には一部において激しい政治的対立があった一方で、ポエールは政府との間で協力関係を築いたこともあって広く評価されていた。大統領選挙で敗北したにもかかわらず、暫定大統領としての業績により、以前はあまり知名度が高くなかったポエールについて、世論は高い評価を与えた。1974年、ポンピドゥの在任中の急死を受けて、ポエールは2度目の臨時大統領となった。しかしこの時は、選挙に立候補せず、選挙で当選したヴァレリー・ジスカール・デスタンに、大統領の職務を引き継がせた。ありがとうございます。